J リーグ史上初の外国資本起用に、キンマンクラブ誕生か。ブンデスリーガのライプチヒやオーストリアのザルツブルグなどを保有する世界的飲料メーカーレッドブルが、J クラブ買収に動いていることが14日までに分かった。複数の J リーグ関係者によれば、オーストリアの本社と東京、六本木にある日本本社が数年前から密に連携を取り、買収計画を本格的に発動。複数の J クラブと交渉を行ってきたという。現在は J3 大宮が最有力候補に上がり、交渉は順調に進んでいるとの情報もある。レッドブルは現在ブンデスリーガのライプチヒやオーストリアのザルツブルグ、MLS のニューヨーク、レッドブルズ、オーストリアにブリーフェリング、ブラジル一部レッドブル、ブラガンチーノの警護クラブを保有する。J リーグは外国資本企業でも国内法人を有する場合は過半数の株式取得を認めている。14年5月には横浜 F マリノスが J リーグ初の外資受け入れを決断。プレミアの名門マンチェスターシティの持ち株会社であるシティ、フットボール、グループに約 20% の株式を譲渡している。レッドブルが過半数の株式を取得すれば、J リーグ初の外国資本企業オーナーの誕生となる。大宮からザルツブルグ、ライプチヒへステップを踏める可能性があるなら最高。NTT はどうなるんだろう？手放すのかな？お隣に浦和があるから大宮がレッドブルになって強くなれば埼玉ダービーがめちゃくちゃ盛り上がるから個人的には楽しみだな。クラブカラーもオレンジから変わるのかな？でもあのレッドブルマークかっこいいから好き。大宮も毎年強化し削られてたから両者ウィンウィンじゃないの？まずは J2 上がってくれよ。これが成功したら外国資本がどんどん入ってくるんじゃないの？いいこといいこと潤い J リーグ。これでクラブ名に企業名をって議論がまた熱くなりそう。長年のファンからしたら複雑だろうな。でも J3 にいるよりは絶対いいよな。レッドブル大宮爆誕。こちらは世界のフットボールにチャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。